写真家の平末健人がさまざまな瀬戸内地域の街を訪れ、人々の仕事や暮らしを通して瀬戸内地域の可能性を再発見していく瀬戸内の風ポッドキャスト。今回のゲストは映像作家の広瀬翼さんです。こんにちは、写真家の平瀬健人です。今回のゲストは広瀬翼さんにお越しいただきました。それでは今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。翼さんは、現在29歳ですね、はい、岡山県の玉野市在住です。で個人的には、映像制作をメインで行っていて、まあ、例えばベルクのイベントアーカイブの撮影だったりとか、まあ、アーティストの MV の制作など、まあ、幅広く活動をされていますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうですね、出会いからちょっといつもお話ししてるんで、うん、そこからお話ししていけたらと思うんですけど、翼さんが働いてるベルクっていうので、うん、まあたびたび撮影をされてたりとか、まあ、そういうところで何度かこう見かけたことはあったんですけど、うん、まあ、きちんとこうお話しするっていう機会っていうのはなかなかなかったですね。きちんと話したことなかったですね。そうなんですよ。なんか存在は僕も知ってて。あ、そうなんです。どういうところで知ったんですか。なんだろうな、でも周りからなんか平末さんっていう人がいるみたいな、なんかその周りからの言葉で平末さんの人物ができてて、じゃあなるほどなるほど、なんかちょっとしたこう噂じゃないですけど、なんかあんなやつ隣町いるらしいよみたいな感じで、まあ、知ってもらってたっていう感じですかね。いやだから結構この前ベルクでもしかしてっていう感じでなったじゃないですか、うん、あれ結構嬉しかったんですよね。なんか僕もすごい映像はもう前々から見てて、まあ、特に僕は結構オーブの作品が結構好きだったんで、何年前か分かんないですけど、まあ、前から知ってて、あ、多分あの人だろうなってこう毎回思いながら、まあ、真剣にやっぱ撮ってらっしゃるんで、まあ、そんなこう僕も話しかけるわけにはいかんなみたいな感じでだったんですよね。なんでまあ関わりで言うと、まあ、29歳っていう年もあって、まあ、僕よりも全然年上なんですけど。え、何歳ですか。僕が今26ですね。はい、見えないですね。見えないですか。いやいやいや、もう全然もうまだまだ若造なんで。いやいやいや、そう、いや、なんか本当に、まあ、でも今回みたいな瀬戸内の風、まあ、ポッドキャストは特に結構20代をメインで、うん、まあ、こういう形で収録をしてまして、まあ、自分と同世代の人が一体どういうことを考えて、その人のまあ職業なり、その人が真剣に取り組んでることっていうのに向き合ってるんだろうっていうのを、まあ、僕が知りたいっていう番組なんですよ。うん、いや、いい番組ですよこれ。いや、ありがとうございます。いや、なんか、いやいや、ありがとうございます。まあね、なんで今日はその、まあ、映像制作を、まあ、いつもやられてる中で、まあ、一体どういうことを、まあ、思いながら、まあ、撮られてるのかなっていうのを結構メインで、うん、お聞きしていきたいなと思っております。はい、はい、まあ、映像をね、始めたきっかけっていうのは何かあったんですか。始めたきっかけは、まあ、僕がベルクでスタッフとして働いてるんですけど、何年前、3、4年前かにベルクで開催された徳丸修吾さんという方のライブで、はい、僕がちょっとこう隅の方でカメラでシャシャッと動画撮って、それが個人的に楽しかったっていう、そこから動画っていいなっていう。あ、そうなんですね。じゃあカメラ自体は元からまあ持ってて、うん、持って趣味で、まあ、写真撮る程度に。でその映像を北村さんとか送ったりとかはしてなかったですか。その多分送ったような気がする。でいいじゃんみたいな、なったのかな。多分でもそういうリアクションが返ってきたから、はい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 、あ、やってみようかなみたいななったと思います。そうなんですね、うん、すごい。でも今ではもうなんかすごい機材もなんかしっかりと形だけ。いやいやいや、もう映像撮る映像もすごく美しいんですけど、そのまあ YouTube に上がってる映像とかしかもう僕はあんま見てないんですけど、なんかこう映画っぽいというか、なんかすごいストーリー性をなんか感じる映像だなって
まあ、僕は見てて思うんですよね。なんかそこのなんかこう繊細な表現と か、うん、なんかそういうのがすごいなと思って、はい、なんか見ててすごいこう引き込まれるというか、うん、なんかそういうところがすごいいいなと思うんですけど、なんかそのストーリー性みたいなところをこうなんか意識して撮ったりしてるのかなっていうのをちょっと聞きたいんですよ。なんかストーリー性というか、なんだろう、まあ、題名とかも結構、うん、こう僕の中ではすごい考えさせられるというか、うん、まあ、そこもありきでのなんか映像だと思うんですけど、撮ってる時はあんまり考えて撮ってないんですよ。あ結構じゃあ後からこうタイトルを、そうそうそう、あのライブの記録撮影は、はい、まあ、ちゃんとこうあの何現実と相互がないようにやるんですけど、はいはいはい、本当自分が好きで撮ってるやつはその場でいきなり撮ってザザザザザーっと撮って、 でその持ち帰って後でその素材を眺めながら、ああこれとこれくっつく、これとこれくっつくって、あなるほどなるほど、アドリブで、結構アドリブなんですね。つなげたらなんか、はい、あこんな言葉が似合いそう、だから、うん、YouTube に上げてるのとかは割とそこまで深い意味を持たせて作ったりしようっていうものでもそんなになくて、うーん、そうなんですね。じゃあ結構その現場では割とこう記録というか、うん、まあ、自分の、まあ、いい感じにこう撮って、とりあえずこう記録しておいて、まあ後でその映像から自分もこうそこにこう反射したものを何か受け取るみたいな、うん、そうだね、そういう感じの方が多いと、うんうん、なるほど。あいいですね。いやでもなんかそういう意味で言うと僕一個思ったことがあって、なんか僕もその写真を撮るときに結構そういうスタンスのことが多いんですよ。へー。なんかそのよく、まあ、この前もその尾道の U2 で、まあ、遠い青っていう写真展を、まあ、あの合同で開催したんですけど、その時に出した写真っていうのも、うん、まあ、全部過去の写真、うん、で、まあ、決してその遠い青に向けて用意した写真っていうわけではなかったんですよ、うん、で結構僕そういうことが多いんですよね。その、うん、後から見返して、あこれってこういうタイトルつけれるなとか、うん、これってこうこういう景色だなみたいなのを感じたりとか、うん、後から見返すっていう、なんかそういう写真の撮り方をするんですけど、うん、それで言うと結構こう翼さんもこうそういう感じで撮ってるのかなっていう、そうそう今思いましたね、うん、写真的というかなんか動く写真みたいな、うん、なんか僕の中ではイメージですね、うん、なんかあの何でしたっけ、ビデオポートレートみたいな、うん、あるじゃないですか、うん、あれもなんかあれ初めて見た時は結構斬新だなと思って、うん、なんかあそこに映ってる映像っておそらくこう切り取れば全部がこう写真になりうるというか、うん、なんかそれがすごいあなんか新しいなと思って、あそうか、うん、なんか僕の中でも結構感動したんですよね、うんうん、その一瞬一瞬全てに意味があるわけではないけれども、うん、何かこうそれがつながって一つの映像になった時に一個の作品が出来上がるみたいな、うん、そういうイメージがすごく伝わってきたなっていう、はい、感じでしたね。何かその映像制作においてこれ真似してみたいなとか、何かインスピレーション的なものはあるんですか？あるっちゃありますね。好きな映画とか、はい、でも最近ちゃんと考えようって思ったぐらいなんで、はいはいはい、それまでは本当はその場でただ撮ってる撮ってるだけだったので、あんまりこの参考にしてるものとかもなくて、でもそれは多分あれですね、今までこう積み重ねてきたこう自分の中にあるものが結構、うん、まあ、多分そうですね、映画とか本とかそういうものからの影響はあると思います。じゃあ元からやっぱそういうのにこう触れるのが好きだったっていう、作るのとかも好きでした。あ子供の頃もあの撮ってましたもん動画。あそうなんですか。幼稚園の頃からでも小さい頃からそういう活動、映画監督になるって言ってました。あ言ってたんですか。いや最近思い出して、すごいす、そういえばそんなこと言ってたな。じゃあもうずっと好きだったんですね。うん多分好きだったんでしょうね。
面白いですね。それが今やもうこんなね、みんなから求められるようになって、ありがたい、すごいですね。いやー、なんかでも本当なんかこういろんなアスペクト比だったりとか、うん、色味っていうのも結構なんか毎回変わっていってるなっていう印象があって、うん、なんか作品ごとにやっぱこれでいこうみたいなこう意図があるんだろうなって僕は勝手に思ってるんですけど、うん、その辺はどうなんですか？意図は、うん、ありますね。でもそれこそその最初にこういうコンセプトでアスペクト比もこうでって決めてるわけじゃなくて、はい、撮ってできたものに対して こっちの方がなんかしっくり、なんかしっくりくるでやってます。しっくりくる、あ、なるほど、なんかしっくりくる、あ、これいい、なんかいい、あ、そう、そっちの方が多いってことですね。うーん、面白いですね。でもなんか例えばあのハーベストテーブルの映像とか結構独特だなと思ったんですよ。なんか、うん、なんていうんですか、これちょっとテレビっていう昔のテレビっぽい感じというか、うん、なんかあれもなんか結構、まあ、僕の中で動画っていうと、まあ、大体16対9とか、うん、まあ、横長が結構多いんですけど、うん、あれなんかこう4対5ぐらい、うん、もうちょい大きいのかな、うんうん、ぐらいのがちょっとちらほらあるなと思って、うん、でも 4対3かな、それくらい個人的にすごく切りやすい画角だなと思って、うん、そうなんですね、うん、なんかなんでだろうでもそれがしっくりくるってことですよね、うん、いや実際見てるこっちもしっくりきてるんで、うん、それはすごいなと思って、なんか16対9がハマるときはそれで全然何もしないんですけど、はいはいはい、なんかまあ、普通だなって思った時はちょっとキョッとしたり、あ、そうなんですね、すぐ時間、うん、そうですね。いや、そのなんか比率で見てもやっぱこう写真っぽい感じもなんか感じたりとか、うん、ね、写真は結構そういう比率もよくあるんで、うん、なんかそれもちょっと一個要因なんじゃないかなと思ったりもしますね、うん、はい、いや面白いですね。なんか印象に残ってる制作した動画ってあります？印象に残ってるのね、ルカさんとザイザフォックスさんの、うん、の MV は超寒かったっていう、はいはい、あ、寒かったですね、もう普通に雪が降ってる時期の砂丘だったんで鳥取砂丘ですね、あれ。そう、なんかもう本当に撮影するときだけ脱いでもらって、上を脱いでもらって、はいはいはい、シャツ1枚で、いや、あれだって結構薄着ですよねいや、あれちょっとそうだったんですねすごいちょっと申し訳なく、そうだったんですね、頑張ってもらって、うわ、何月ぐらいですか、もう今ぐらい、何月だったかな、寒い、でも今ぐらいだったような、うん、気がしますね、雪積もってたんで、やばいですねもうしかも朝の早朝、あ、はいはい、うん、6時とか5時とか今撮ってたんで、やばいですね、ごめんなさいお願いしますでもあの鳥取砂丘で撮ろうって思ったのは、うん、あれなんです、なんかあそこがいいって思ったんですか、うん、なんかあの大地感が欲しくて、あ、で上田昌司さんはいはい、はい、の写真のイメージで撮りたいなと思って、はい、あ、なるほど、すごい背景にあの、はい、そびえ立つ砂丘の壁みたいなのが見えてるような、 あんなのいいなと思って、あそこで、結構上田さんとか、まあ、僕もあの上田昌司さんの美術館行きましたけど、うん、なんかあのね、自然を背景にこう置いてみる、まあ、スタジオ、天然のスタジオというか、うん、なんかその感じとかもめっちゃ好きなんですけど、うん、あれなんですか、津田さん結構写真も好きなんですか？いや、でも好き、まあ、好きっちゃ好きですね。そうですね、でもそこまで深く掘ったりしないんですけど、あ、たまにこの人好きみたいな、あ、あるですね、うん、へえ、なんか海外のなんかね、映像作家さんとかなんか好きそうだなと思ったんですけど、うん、勝手に、うん、いや好きです。シルバン・ショメっていう映画監督さんって、はいはい、その人はフランスの人なんですけど、はい、
何回いい何回いい、ちょっと待って、後で調べてみる。シルバン署名のイリュージョニストっていうアニメーションの映画があるんですけど、それがすごい好きで、あの雰囲気が欲しいって思いながら撮ってます、アニメーションってことは、うん、あれっすか、もう本当映像っていうか、そのカメラで撮ったっていうよりは、うん、その描いて、そうですね、イラストで描いて、イラスト描いたりとかするんですか。イラストももともとイラストレーターで、あ、そうなんですね、やってました。あ、そうなんですね。イラストレーターからの今映像作家っていう、あ、そうなんですね。いや、そもそもそのね、そのベルクで、まあ、今働いてますけど、それまでは何をしされてきたのかなって、ちょっと気になるんですけど、はまあ普通にあの大学がデザインの大学だったんですけど、あ、そうですね、でそこで、まあ、ちょっと、まあ、うまくいかずで休学して、でそこからイラストレーター始めて、すごいですね、何でもできますね。でも何でもっていうか、まあ、好きなことしてるだけ。いやそのクオリティがやっぱ高いからこそここまでできるんだろうなと思いますし、幼少期はどんな感じだったんですか。幼少期も結構自分で遊び考えて遊んだり、はいはい、なんか物作ったりしてました。もうそこから作ることが好きでした。あ、そうなんですね。じゃあ作って作って、うん、作って作ってもう自分が興味の向くことばかりやって、いいっすね、29にもなって、いやいやいや、好きなことだけやってみたいないやいや、すごいじゃないですか。でもそれが求められるっていうのは、いや、何でもできることじゃないと思うし、すごいなと思いますね。でも僕はなんか作ることがすごく、まあ、好きで、まあ、ゼロからこう1を作るっていうことはすごく好きなんですけど、うん、まあ、ちょっと中途半端というか、うん、なんだろうな、まあ、僕は別にその作家でもないんで、まあ、こう器を作ったりとか、うん、まあ、竹細工を作ったりとかって、そういうことはまあ今現在はできないんですよね。どっちかというとそれをこう記録して伝えていくっていう、まあ、写真とか映像って、うん、そういう役割が結構大きいと思うんですよね、うん、まあ、その記録っていうのもすごく大事なんですけど、やっぱり自分の中でこう作りたいものとか、うん、まあ、それが形にならなくてもなんか記憶だったりとか目に見えないものっていうのをこう作りたいなって思った時に、うん、やっぱこういうポッドキャストだったりとか、うん、まあ、写真もこう記憶を作っていくみたいな、うん、そういうことがしたいなと、うん、やったりしてるんですけど、うん、なんかそういうこう表現、自分の表現もされてるじゃないですか、うん、まあ、例えばはためきひらめきとかそういうことについては何か考えたりとかありますか、うん、正直なんか、はい、まあ、今までいろいろ記録撮影とか MV とか作ってきて、じゃあそろそろ自分の作品作りなよみたいなことも言われるんですよ。あ、言われるんですか。なんかショートフィルムだったり、でもその時にじゃあよし作ろうとなった時に、あれ何が撮りたいんだろうってなったんですよね。それすごい悩んで、別に僕はそんな映像で何かを表現したいとかいう気持ちもそこまでないんだなと思って、まあでもああいうはためきひらめきはまあ僕普通にあれ何だったかな、なんかのついでで撮ったんですけど、普通に違うことで作業したくて、あの場所海の近くに行って窓を開けて普通に作業してたんですけど、あ、今気持ちいいと思って、うーん、ちょっとカメラ持ってきてるし撮ろうで撮って、でなんかそのこの気持ちいいとか今この瞬間気持ちいいっていうのをあればなんか、なんか本当こうせっかくならこれ形にして出しとこうっていう、だからはためきひらめきっていうのは本当にその時の僕のあのひらめいてくれっていうのと、はためきはまあなんかいろいろ鳥が飛んでたし、うん、なんかザーザー風の音とか聞こえてたし、そうっすよね、うん、いやなんかあの映像で、あ、ツワさん出てきたと思って、あ、そうそうそういやーね、いやすごいなんかあれ、いや本当はチームとかでやりたいんですよ、はいはい、
誰か出てもらって、はいはい、でもどうにもこうにも僕が結構誰かと何かをするっていうのがちょっとあんまり得意じゃなくて、はいはい、じゃあもう僕が出るしかないじゃないですか。いやでもあれはなんかこう翼さんが出てきたことによって、うん、あこの人がひらめいたんだな何かをっていうのはすごい伝わったんで、うん、いやなんかあでもあの流れが今のこのポッドキャストも来てます。自分出ようと思ってもう少し、うん、だからあのあれ以前だったら多分断ってるかもしれない。あそうなんですね。喋れたくないですって、でもそう今ちょっとなんか自分の考えてることを言ったりもっと表に出ることをしてみようっていうフェーズですね今。だからありがとうございます。いやいやいや、こちらこそ。いただいて。いやいやいや、いやそうなんですね。ちょっと貴重な記録ということですね。これはありがとうございます。じゃあちょっと前半はこの辺にして、ちょっと後半に行きたいと思います。はい、ありがとうございます。前半はいかがだったでしょうか。後半は翼さんのベルクでの活動や音楽について、これからの宇野港の在り方などについてお話ししていきました。それでは後半もお楽しみください。はい、ということで後半も始めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっと後編ではまあ、ちょっとベルクで今ねバリスタとして働いていると思うんですけど、まあ、ベルクで働き始めたきっかけとかから聞いていければなと思っております。はい、まずベルクと出会ったのは、まあ、さっきも言ってたあれですかね、演奏会で訪れてみたいな感じですか。もう普通にお客さんとして、はいはい、何度かお茶しに行って、うーん、でインスタでそのスタッフ募集みたいな投稿が出て、はいはい、で僕全然そういう気持ちなかったんですけど、はい、その時ちょうどすっごい熱い思いを、はいはい、オーナーの北村が、はい、書いてたんですよね。書いてですね、それ読んでなんか働きたいというよりかはこの人に会ってみたい、なんかこの人の元でなんか何か気になったんですね。でそこがきっかけで、うん、うん、なるほど。まあ、結局その、まあ、ベルクでコーヒー入れることになったという感じですね。うん、なるほど。で今ではね映像制作部というか、うん、ですよね、今発足しているというか、まだ何も動けてないけど一応ありますね。ありますよね。いやなんかそれがすごい今後どういうことになっていくのか楽しみだなっていうのは思うんですけど、最近出た道草の映像が、うん、あれですよね、北村さんが一応そのプロデュースというか、うん、こんな感じがいいってなって、まあ、翼さんがこう映像を作っていったみたいな感じなんですか。あれはでもあれ大体僕作ってるのは僕なんですけど、はいはい、OK サインを出すのは、はい、北村がこう、ね、なるほど。まあでもそうですね、うん、監督的な役割ですよね。うん、これからじゃあベルクの映像制作もちょっと楽しみにしたいですね。あと驚くものを、あと驚くものいやできると思いますよ。うん、作りたいですね。はいはいはい、うん、そうか。でもあれっすね、その北村さんはまあこの玉野の出身でしたよね確か。うん、で、翼さんもこの辺の出身で、うん、そう隣中でした、ね、隣中なんですか。おあ、じゃあ直のこうなんだろう、先輩とかではなかったんですね。まあでもそれもあってあれっすね、なんか自然な流れというかあったじゃないですか、そういう話も。あ、玉野出身なんですかみたいな。そうありましたね。不思議なもので、うん、そっか。でもそうですね、 4,5 年前ですか。もう5年、うん、5年もうそれぐらい経ちますね。前ぐらいですよね。うん、でも当時ベルクができた時って結構衝撃だったんじゃないですか。うん、あんなところに、っていうかその王子ヶ岳は行ってました、うん、行ってました。もう
なんかちょっとこうお弁当を持って、はいはい、お昼ご飯食べに行こうみたいな、はいはいはい、なんかそういう場所でしたね、うん、なんかそのピクニックにはめちゃくちゃ最適なところですよね、おじがたきはね。いや僕もあの岡山に来るきっかけになったのが実は王子ヶ岳で、2019年の夏かな、うん、初めてあの王子ヶ岳で朝日を、まあ、友達と見て、うん、あなんかこの景色見ながらだったらもうこのまま死んでもええなぐらいの感動をこう得て、うん、ていうかまあこの景色をこう見ながら何かこうね行き詰まったりした時とか、うんまあ、なんか過ごしたいなと思ったりしたんで、うんまあ、それが本当に岡山に来る本当きっかけになったんで、うん、なんかそういう意味では王子ヶ岳ってすごい思い入れがあるところなんですけど、その時ってベルクできてました？ベルク確かできてたと思うんですけど、僕ベルクの存在は知らなかったんですよ。あ、じゃあドンで王子ヶ岳だったんです？王子ヶ岳へえだったんですよね、うん、珍しいですね。そう逆にねそう今となってはそって、うん、そう珍しいんですよ。あんまりずっと多分 いなかったですよね多分ね。いやベルクができてからはやっぱベルクがあって王子ヶ岳なんかもう、うん、その入りの方が多分皆さん多いと思うんですけど、うん、でもそのコーヒーっていうのはもともと好きだったんですか、その働く前から。もともと好きでした。あーそうですね、コーヒー飲むの好きですし家でも入れてましたね。なるほどなるほど、うん、じゃあそれはまあ自然な流れというか、うん、はいはいはい。なんか翼くん好きなコーヒーとかあります？好きなコーヒー今、はい、好きなのが、はい、タンザニア。タンザニア、それこそ木下さんのところのタンザニアがすごく好きで、はいはい、ずっと飲んでましたね。ずっと今タンザニアすごく美味しい。あれですね、ミハエル・ゲルケンさんですね。あ、はいはいはい、そうタンザニア美味しいっすね。なんだろうな、なんか今まではタンザニアってあんまりこう、はいはい、わかんない、僕そんな専門的なあれじゃないけど、はい、個性がちょっとあんまりないようなイメージがあって、はい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 、それこそエチオピアとかインドネシアが好きでよく飲んでたんですけど、この冬にちょっと飲んだら、はい、あれ何この優しい酸味って、はいはいはい、そうなんですよ。いやミハイル・ゲルケンさんの作るコーヒーはめちゃくちゃ美味しくて、なんかタンザニアの中でもやっぱりキリマンジャロって昔は呼ばれてて、うん、そのまあ、昔から美味しいコーヒーとして飲まれてきた、まあそのまあ、ブランドというか、うん、あるんですけど、まあ、その品種があれちょっと特殊なんですよね。その豆の品種、コーヒー豆ってまあ、米でいう秋田小町とかコシヒカリみたいに、うん、品種があるんですよ、うん、その中でもニアサとか、うん、それこそ僕の名前と同じでケント種っていう種類 のちょっと変わった品種なんですよね、うん、それが結構独特の味を醸し出してるのかなっていうのは思うんですけど、うん、あれは僕も木下商店の深入りの中でもトップクラスに美味しいなって思ってたんで、いいっすね、それはありがたいですね。なんか未だに飲んでる、何ですか美味しいっすよね、うん、なんかああいうなんだろう、でもそんなにこうベルクではなんだろうね、そのコーヒーの説明とかもなんかそんなにこう、うん、なんか押すっていうよりはやっぱり空間にいて、うん、なんか景色とともにこうある一杯のコーヒーみたいな、うん、なんか白い器で出てくるのがすごくいいなと思って、うん、なんかこう、まあ、うちは結構もう説明やっぱり、まあ、ロースターなんで、うん、ちゃんと説明したりしますけど、なんかベルクのなんか見せ方というか、うん、そこに一杯のコーヒーがあるっていう、なんかそれがすごくいいなと思いますね、うんうん、はい、なんか無名性というか、なんかそこにこう逆に僕は惹かれるところがあったりしますね、うん、そうですね。だから僕も、まあ、コーヒー専門店でもないんで、はい、あんまりこう詳しく説明しないというか、割と今日はこういう日なんで個人的には穏やかになるような、うん、この海をおすすめしますみたいな、はい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 、どれがいいですかって聞かれた時に、はいはいはい、なんかそういう、うん、なんか気分とかでこうなんだろう合わせる
うん、なんかそれが多分あの名前にも出てるんじゃないかなって、うんうん、思いますね。それも見せ方としてすごくなんかいいなと思って、うんうん、ですね。いやそうなんです、まあ、そんなところでね働いてるんですけど、まあなんかベルクのその、まあ、映像制作部としてなんか今後やっていきたいこととかってなんかあるんですか？映像制作部としては正直なところ今なくて、はいはい、今ちょうど話してるのがラジオをやりたい。あーなんか見ました。うん、なんかそれこそライブがあった日とか、はいはい、いろんな素晴らしい方に来てもらってるのに、うんうん、そうですね、なんかこうもっとその前後ってすごく楽しいんですよ。もちろん回もすごいいいですけど、その前後に起きることもすごく、まあ、僕としては面白くて、そこも見てもらえるような聞いてもらえるようななんかものが欲しいね。インスタだとちょっと限界があるというか、そういう時に、まあ、ラジオとかちょうどいいのかなと思って。いやなんか僕の中でやっぱり印象に残ってるのは、あの遥か中村さんと北村さんが話してる、うん、なんだっけ、ダイアログかなんかですね、うん、なんかあの会話がすごくいいなって思ってて、なんか僕の中ではそういうイメージなんですよ、うん、やっぱりそういうあの素敵な方々が来られるんで、うん、なんかねやっぱそのイベントのなんか前の段階でめっちゃワクワクするのめっちゃわかるんで、うん、なんか確かにそのテンションでなんか話してる様子とか、ね、ベルクにしかできないこととかもあると思うんで、うん、それはすごいめっちゃ楽しみです僕は。ラジオは、はい、うん、頑張ります。いやー本当ね、そうそうそう、まあ、そうなんですね、まあ、映像制作部、まあ、でも今まで通りそのね、なんか MV というか、うん、映像の記録とか、まあ、もしつつ、まあ、映像がここは映像が必要だなって思うときは多分映像で発信したりはすると思いますね。翼さん音楽を、うん、まあ、やられていると思うんですよね、うん、で、曲も出されてますよね、うん、出しましたね、はい、去年の末ですか、去年の末、はいはい、うん、星屑っていう曲ですよね。星屑です、はい、いやなんかすごい、あ音楽もできる人なんだと思って。もともとは音楽です、ね、一番あの遡ると音楽から始まります。へ、はいはい、いやほんと何でもできますね。いや好きなんですよね。なんかあれを作ろうって思ったのは何かあったんですか？あまあいろ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 あってなんかすごい大きい悲しいことがあれ、あれこそ6、7年前の曲 で当時大学生だった僕がすごいショックを受けた出来事があって、はい、立ち直れなくて、でもうその本当悲しくてどうしようこの気持ちなんかどうにかしないともう本当おかしくなっちゃいそうと思った時に作って、はい、その全部をもうぶつけてとりあえずそれでスッキリしたっていう曲です。すごいですね。6、7年前からじゃあずっとこうなんか温めてたというか、うん、であ曲自体あってで YouTube に上げてました。その作った時に上げてたんですけどなんか最近個人でも配信できるっていうのを知って音楽をでせっかくならなんか一曲出してみようかなと思って、でも元々あったあの曲をとりあえず出してみたって。うーんすごいですね。じゃあ他にも今他にも制作してるものが久しぶりにあの再開しました。めっちゃ楽しいですね。少しずつ出していきたいな、いいですね。まああのこのポッドキャストね、瀬戸内の風っていうポッドキャストなんですけど、瀬戸内の、まあ、らしい風景とかっていうのは、まあ、近年ちょこちょこ注目され始めてると思うんですよね、うん、まあ、特にこの、まあ、宇野港っていうエリアっていうのは、まあ、例えば瀬戸芸だったりとか瀬戸内国際芸術祭、まあ、少しずつこう盛り上がってき
てると思うんですけど、まあ、この先、まあね、出身地だと思うんですけど、まあ、この先この町が、まあ、どんな町になったらなんかいいかなっていうのをちょっと考えてたりしたらなんか教えてほしいですけど。いろんなことしてる人が今ポツポツ集まってきてるじゃないですか、うん、なんか本当それがでももう純粋にもっといろんなことしてる人が集まってきてくれたら嬉しいなっていう、なんかこういい具合にこう混ざり合って、うん、こうね、地域の良さみたいなのがこう出てきたらいいなって僕もすごい思いますね、うん、こう宇野らしさみたいなのを、まあ、僕自身も知っていきたいし、なんか地域の人がやっぱどう思ってるんだろうなっていうのをすごく知りたいんですよ、うん、結構移住者多いですか？多いです。だから人が全然違いますよね。それこそベルク そのオーナーの北村が最初のあの年代の人たちがこの町を盛り上げようみたいな最初の人たちだったんですよね。 あそこがすごかったみたいな熱量が、はいはい、なんかマルシェとかしてて、はいはいはい、宇野港の港の近くで、あの雰囲気はすごかったですね。じゃあ今はちょっと次世代というかその次の世代が今来てるみたいな感じですか、うん、もう一度あのなんか熱量というか行くぞみたいなのが来てほしいって、それはでもあれなんですかね、なんかキーパーソンが必要なんですかね。そうですね、その当時もなんかすごいこう引っ張ってあれやろこれやろっていう人がいたみたいで、今ちょっとここにいないんですけど岡山には、次の波が来てほしいってみんな、みんなじゃないかまあでもなんかその土壌はなんかこう確実にこう仕上がってきてるような気はするんですよ、うん、なんかもう結構力のある、まあ、個性のある人たちいると思うんで、うん、一人がこうよし行くぞってなったら一気になんか花開きそうな気がしますね、うん、いやそんな気がしますね。すごいね、あの祭り前夜みたいな感じがしますよね、うんうんうん、でなんかそういう意味でもすごい楽しみな地域であるなっていう感じですね、うんうん、そうだな、僕も地元でずっとここだからホームというか、まあ移住者の目線があまりないから、はいはいはい、なんかただ本当に日常ここで過ごしてるだけっていう、特別あんまりそういうことを考えたことがあんまりなかったです、うんうん、まあ、でもそういうもんですよね。なんか地元の人は別に当たり前の場所だしみたいな、うんうん、普通に学校通って送り迎え行ってとか、家でご飯作って近所のスーパー行ってみたいな、なんかそれが多分普通だと思うし、まあ逆にそういうこう地元の人がまあ移住者が作ったコミュニティだったりとかそういうところに参加するっていうのはなかなかないんだろうなって思うし、うん、まあ神戸とか、まあ、それこそ別府とかもやっぱり移住者は移住者コミュニティがやっぱ出来上がってるし、うん、そこに地元の人がこう積極的にこう参加していくっていうことはあんまり、まあ、今のところない。なんかそこのボーダーラインをいかにこう崩していくというか、うん、なんかこうグラデーションにしていくかみたいなところを多分どの地域も今頑張ってるんだろうなっていうのはありますね、うん、ただまあそこでやっぱり地元の人が入ってくることによってやっぱその地域の色とかこう伝統的に引き継いできたものとかがやっぱ浮き彫りになってくると思うんですよね。それがこの瀬戸内のそれぞれこう小さな港町だったりとかそういう町のまあアイデンティティになってこう進んでいくんだろうなっていう、だからまあそういう意味でもこうなんだろう、都会の人から見てこれがいいからここにはこれを作ってよって押し付けみたいな感じではなくて、うん、やっぱ内側からこうそういう風に盛り上がっていくみたいなところがあるといいんだろうなって思ったりしますね、うん、でもなんか僕はやっぱりそういう活動をこうしていくにあたっ
ってやっぱ映像とか写真とかって、うん、まあ、切っても切り離せないものなんだろうなっていうのはすごい思ってるんですよね、うん、はい、今僕もやっぱり牛窓とかあの長船とかその瀬戸内市の、うん、まあ、中でこういろんな活動をしていく中でやっぱり写真とか動画のこう影響力ってすごいなっていう、なんかこう別に普通にあるんですよ、その白菜収穫してる様子とか別にいつでもその地域にいたら見れる光景なんで、うん、まあ一年冬白菜朝から収穫してみたいな、雨の日も風の日も、まあ、作業してみたいな風景っていつでも見れるんですけど、うん、それをまあただ動画に行って撮る、音声を残すっていう、それだけでそれがこう脚光を浴びるというか、あ、こんなことやってる人いるんだって、まあ、都会の人からしたら日常ではないんで、うん、すごいなって、なんかやっぱその目を持ってこう地域に根ざすというか、なんかそれが必要なんだろうなって思った時に、まあ、映像写真っていうのはこれからそれこそただ記録していくっていう、うん、ありのままに記録していくっていうことがどれだけ価値を持ってるかっていうのはすごいあると思うんで、うん、いや、なんかそれをこう僕は写真で、なんか翼さんは映像で伝えていくんだろうなっていうのはちょっと勝手に思ったりしてますけど、うん、そうですね、なんか特別こう僕の映像でっていう気持ちはないんですけど、ここに今住む一人の人間として、はい、なんかここで撮ったものがただ残っていけばいいかなとは思ってて、誰に見てほしいとかそういうことではなくて、うん、まあなんか、まあ、まあそういう映像がいつまで残るかは分かんないですけど、なんか僕が亡くなった後でもこの地域に住んでたこの人が撮ってた映像っていうのが、うん、もうそれぐらいでいいかなと思いますね。この後もちょっと鵜の子と王子ヶ岳ちょっと行って、うん、行って、はい、風を感じて、おお、かぶりましたね。いや、ここかなと。いや、風を感じて、うん、いや、楽しみです。いや、これからね、今年はいろいろなんか挑戦の年なのかなって、なんか今話を聞いててすごく思ったんですけど、うん、個人的になんかこうこれをやっていきたいとか、こういう目標があるみたいなのあったらなんか教えてほしいです。そうですね。まだ自分の作品っていう言えるものがないので、うん、僕はこういう人間ですっていうのが、こう人間ですっていうのを作りたいですね。うん、なんかこう広瀬翼と言ったらこれですみたいな、うん、まあでもそれが映像なのか音楽なのか絵なのか何なのか分からないですけど、そういうのを作りたいっていうのが今一番の目標かな。なるほど。じゃあいいですね、今回ポッドキャストで多分初めて多分つわすさんの声を聞く人も多いんじゃないですかね。いやー、本当でもなんかありがたい機会ですよ、やっぱこうやって。いやいや、こちらこそです。いやいや、もうこちらこそです。誘ってもらって、多分聞きたい人多いと思うんで、何考えてんだろうあの人って。いや、みんな思ってますよ絶対。かな、何考えてんだろうあの人って。みんな思ってますよ絶対。いやー、でもな、うまく喋れないからな。いやいやいや、もう、うん、まあでもこうやってあの言葉出ないけど、まあ、出していくっていうことはやっていきたいですね。なるほど、うん、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。瀬戸内の風ポッドキャスト、いかがだったでしょうか。第7回目は映像作家の広瀬翼さんにお越しいただきました。それでは次回もお楽しみに。はい、ということで今回のゲストは広瀬翼さんにお越しいただきました。翼さんの映像は以前から好きだったんですけど、まあ、その作品のインスピレーションの源泉っていうのがどこにあるのかっていうのを探っていきたくて、まあ、今日はいろいろとお話をしていったんですけれども、まあ、今回のタイトルですね、タイトルは翼さんの映像っていうのは、まあ、本当にこう気取ってないというか、
まあ、自然が生み出すはためきっていうのを、まあ、ただ拾い集めたような、まあ、そんな映像だなと思って、まあ、世界のはためきを拾い集めるっていうタイトルにしてみました。で、翼さんの、まあ、この世界とのなんか向き合い方っていうのが映像にすごく現れているなと思いますし、まあ、それこそがまあ、見ていて心地よく感じる理由なんだなと思うし、まあ、しっくりくるっていうことなのかなと思っています。はい。で、あと翼さんの映像の中で忘れ去られていた映像っていう作品があるんですけど、それが僕はすごく好きで、ああいうこう忘れていた風景とか、まあ、懐かしい光景っていうのに再会するみたいなことを、まあ、僕もずっと作品を作る中で考えているので、自分は写真でそういう表現をしていますけど、まあ、映像になると、まあ、ああいう風な感じになるんだっていうのが輪郭がすごいはっきりするんだなと思って、まあ、感動したのを覚えています。まあ、翼さん、まあ、これから自分の、まあ、表現というか、まあ、映像制作も、まあ、されるということで、まあ、とても楽しみですし、まあ、まだ映像を見ていないっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひYouTube チャンネル見ていただければなと思います。はい、それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もお楽しみに。